青クマについてお話しします。青クマは青黒い色または紫がかった色をしており、寝不足の日や体調が悪い日は色が濃くなるなど色の濃さに変化があります。色白の人は特に目立ちやすく不健康な印象になりがちです。主な原因は血行不良です。目の下の皮膚はもともと薄いため、血行が悪くなって酸素不足で黒ずんだ血液が通る毛細血管がつきやすくなります。血行が悪くなる要因としては疲労や寝不足、冷え、ストレスなどが挙げられます。解消法は冷えをなくしてなるべく規則正しい生活を送り、7時間程度の良質な睡眠を心がけます。適度に体を動かすとストレス解消にもなり血行も良くなります。また目の周りを蒸しタオルで温めることも効果的です。健診堂のメガネ球もとても効果的なので、ぜひお試しされてみてください。ご来院お待ちしております。